早速2席空いてますね。期待と後ろで待たれていたので、はい、皆さんもお待ちかねの、うん、まずはこの方、中村雄一さん。どうよろしくお願いします。お願いします。僕はどこですか。僕はこちら側ですね。僕はこちらです、ね、はい、はい、どうも、中村です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そして次はこの方、杉田智和さん。なんで笑うの？なんで笑うの？何か受けてます。肩がついてる。すごい、横幅が変だ。よろしくお願いします。肩幅が広いそうです。よろしくお願いします。出番、僕の出番の時にちょっと近くに立ってたんですけど、鎧見切れちゃうから下がってって言って、場所をね、取っちゃうから。なるほど、うん、はい、というわけでこちらのコーナーはこの豪華なメンバーで進めていきたいと思います。はい、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで杉田さんはね、前あのニコ生の時の放送とかにゲストで来ていただいたことがありまして、うん、ええ、残殺されましたね。いやいやいや、ないですよ。何を言ってるんですか、うん、何言ってるんですか。ですが中村さん初登場、はい、ね、そうですね、まあ僕はこのシャドーバースの中では8コストを払うと鳥と一緒に出てくることでもないので、役をやらせていただいてるんですけど、ね、いやいや、はい、リーダー好きになってますからね。いや、僕見たことないですよ。いますよ、使ってますよね。最近はキャミーがたまに見かけます。確かに確かに、ちゃんと使えよ、セルミー。そうだよ、セルミー使ってる人いないの。あ、見る、見る、見る。鳥は強いから、鳥は強いんだよね。どっちが本体なんだよね。中村さんって結構やってるんですか、シャドーバース。今年に入ってからあまりやれてないですね。去年はしこたまやってたんですけど、しこたまやっておった。あとあれです、杉田さん、大噂によるとミヤスターになったと。あ、わかりました、わかりました。すごい、マスターさんですよ。マスターさんですよ。どうしよう、あっちのチームマスターいるよって思いきや、うちの石神マスターになりました。おめでとう。やった、ありがとうございます。なんでいい塩梅なんじゃないですか。なんじゃないですかね。ね、なので対戦していきたいと思うと思います、はい、じゃあ今日の意気込み一人ずつ言っていきましょうか。では中村さん、何か意気込みをお願いします。はい、意気込みですか。そうですね、今日はまあこういうメンツで戦うということなので、僕らしいデッキにした方がいいなと思いまして、戦う順番ってなんかこういう感じだって聞いたんで、まあ、大将の杉田さんに、はい、ちゃんといいところを見せていただくために、おうおう、その前哨戦をちゃんとやれるようなデッキで。あらららら、なんですかそれ、気になる、気になるね。ちょっと、ね、期待しちゃいますね、はい、楽しみです。そうですね、では続いての対戦をスタンバイお願いします。石神さん対中村さん、お願いします。いや、今の試合見せられたら熱いわ。頑張って、あと1点だからね。頑張れ。すごかったですね。いい試合でしたね。いい試合でもね、私の敵、うーんなの。なになに、なんだろう。まあでも、中村くんはポテンシャル的には僕よりがゲーム上手いんで、おきっとなんかこうびっくりするようなデッキのコンセプトをちょっとだけ聞いたんですけど、はい、えってなりました僕は。まあ、誰よりも僕を、そしてみんなを楽しませる術を。なんと、杉田さん、ハードルをあまり上げないでください。いやいや、俺は笑い止まんなかったよ、だからあれ。はい、楽しみですね。バキのスタンプのそうきたかを連打するところだったから。はい、では準備完了を押してください。あ、なんかもう、はい、対戦の画面に行っちゃいました。あ、大丈夫です。始まって大丈夫です。ここでずつ買ってくれた。ドラゴンか。え？じゃじゃ、あれ？あ、あれ？おや？あれ？映ってない。映ってない。あ、できましたね。こっち映ってきました。大丈夫ですか？大丈夫です。こっちは映ってるんですけど、まあ今マリガンの画面ですね。マリガンじゃないや。引きの画面来ました。来ました、来ました。はい。石垣さんは。ただ説明をさせてください。これ、まあ、僕ドラゴンなんですけど、はい、少し前に出演していたアニメでですね、はい、メイドラゴンというのがありました。素晴らしい。はい、だから今回一応デッキとしてはですね、中村さんちのメイドラゴンという。なるほど、何これ、すごいのぶっ込
っ込んできましたね。はい。でまあこのリーダースキンは視聴者の人ですね。ああ。なるほど。視聴者の人。小林さんがいないからいっぱいそのアニメを見てた人がリーダースキンだ。そうですね。ありがとうございますいつも。じゃあこれはまあとりあえず2段目になりました、はいはい、僕がやっていた滝谷くんってことになっていますメガネってだけだメガネってだけそういう基準で選んだんだはいあの小林さんでもいいんですけど、うん、メガネだからねはい、まあ、2段目でお互い、あネタが出ちゃったネタああということはおやあそのカードは入れてくれたからよかったそうですねやっぱりねネドラゴンだもんねそうなんですねそういうちょっとネタバレしちゃったんですけどギリギリの解説ですねそのカードは入れてほしかった分かってんななんで何もしてこないんだあのロイヤルすごいな、まあ、何もしなくていいからだと思います、ねはい、次はすごいな怖いなダスタくねーな、はい、あまた小林さんが出るから第2、第3の小林さんがあちょっと、はいこれでまぁ、あ、同じのフローラルフェンサーいや、ほんと強いですねこれで決めます今のところ結構普通のドラゴンですけど、はい、なんか手札面白いんですかみたいなだが忠誠は剥がれのことしなんかコミケ会場みたいになってきたぞブリブリの、はい、直してターンが返ります次中村さんが、ビビが5、はい、これも使えるし、悩ましい、これとこれも使えますね。悩ましい、はい、悩ましい、ね、悩ましいな、はい、これは悩ましいですね。これもかなり強くて、うん、でこれで使ってから、まあそうですねはい、こっちを使って、はい、はいはい、まあそうだよね。こちらをいいと、はい、ローラーフェンサーを倒して、くれないと。さあ、ここからロイヤルが、ここからロイヤル。おーどうするしゃべったとりあえずこっちを出すきましたね、やっぱり強いですね、はい、アルフェルはいいですね昨日タイムで、大人教と呼ばれるゆえエルフで、エルフ対ロイヤルで 3、4 戦したんですけど全部負けましたね、やっぱロイヤルは、ね、エルフはね、勝てるんだけどねちょっと待ってくれよねその言い方これ回復に行きましたはい、8PP で、次は 9PP だよ。さてさてさて、おーナイト、あなたと共に希望の剣を、はい、ビッグターンになりますね。なんかただね、はい、あんまり良くないんじゃないかな。進行開始、これ、かわいいですね。プラス1点で、一気にダメージを削っていきます。しかし、あ、出た！メイドラゴンなのでドラゴンが、タキヤ君よく出してくれた。メイドラゴンなのでドラゴンが、やっぱりファスくん出さなきゃダメ。ファスくん、本物だ。アフリールが強い強い。でアルベロ、殺す倒します。殺すとさ、かなりアフリール結構刺さりましたね。この、ええ、今持ってなかったらもう負けてましたから。急に取ってた。ファスくん。残ったルミナス変異がタダで、はい、進化できる。フロアがいる限り式カフロアは EP 消費せずに。さあターン返ってきて、回復してきましたね。あ、回復だ。それと。我こそは踊り狂う暴風。ブリーブル10PP で前半進んできましたが、一旦回復をして進化して、はい、ないと怖いですね。はい、守護がないと怖いなあとを任せました。ここだよな。ここさあ、ここ で, こ, こ, で、ね、ここでどうなるか。あー、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 いたー、あー、バングスレイヤーで相手にダメージを与えた、フォロワーにダメージを与えた分、リーダーにも与える必殺のフォロワーになってます。なので3点、3点形になった。どうするかな。ズチが踊ってる。まあでもこれ出すしかない。あれが煽りですよ。煽りですよ。もう進化はないので、さあその胸に刻むがよい。我らは勇士に踊り狂う暴風グリームに。今日はこんなとこかな。実はこれもしかすると、あ、まあ、だっ、はい、早っ早っアルベールのエンハンスで、まああるよね、はい、2回攻撃。あ、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 あ
ーバッキルにあるよね、いきますね、支援ですよはい、石上さんの、はい、石上さんの勝利でゲスト、レギュラーチームの勝ちですね。ありがとうございます。やった勝った。いや、まあ、この時点でですね、なんとちょっと新作の愛情は中村くんがありましたね。そうですね、僕の勝負はファフニール出した時に終わってたんで、ね、まあもうあれが出た段階で僕の勝ちなんで、はい、あ、すいません、石上さんは魔法陣ぐるぐるデッキで来なかったんで愛情はないそうなんだよね、そうそう、ちょっと出ちゃったよね、そういう差が。なんで何もしてこないんだあのロイヤル。怖いな、まあ、何もしなくていいからだと思います、ね、はい、次は怖いな、怖いな、出したくねえな、はい、あれはまた小林さんが出るから第2、第3の小林さんがあ、ちょっと、はい、かわいい、これで、まあ、同じのフローラルフェンサー、いや、ほんと強いですね、これで決めます。今のところ結構普通のドラゴンですけど、はい、それで結構面白いんですか、みたいなのがね、我が忠誠は鋼のごとし、なんかコミケ会場みたいになってきたぞ。フリブリの、はい、直してターンが帰ります。次中村さんが、PP が5、はい、これも使えるし、悩ましい、これとこれも使えますね、悩ましい、はい、悩ましい、ね、悩ましいな、これは悩ましいですね、これもかなり強くて、うん、まあ、使ってから、そうですね、はい、こっちを使ってはい、はいはい、まあそうだよね、いいと、はい、ローラルフェンサー倒して入れないと、さあここからロイヤルが、ここからロイヤル、おーおー、しゃべったこれはちょっと強打いきましたね、やっぱり強いですね、はい、アルベルはいいですね、アルベルは昨日タイムで大人狂と呼ばれるゆえエルフで、エルフ対ロイヤルで 3,4 戦したんですけど全部負けましたね、やっぱロイヤルは ね勝てるんだけどね、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、その言い方これ回復に行きましたね、さあ 8PP で次は 9PP になります、さて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 、おーナイト、あなたと共に希望の剣、あらららら、ビッグターンになりますね、ただね、はい、あんまり良くないんじゃないかな、これ、可愛いですね、プラス1ゼロして一気にダメージを削っていきます、しかし、あー出た、メイドラゴンなのでドラゴンが、よくぞ出してくれた、メイドラゴンなのでドラゴンが、やっぱりパックン出さなきゃダメです、パックン本物だ、アフリールが強い強い、アルベルを殺す、倒します、殺すとさ、かなりアフニール結構刺さりましたね、この、ええ、今持ってなかったらもう負けてましたから、キューストっていうのはハッフン、一瞬で残ったルミナス戦役がただで、はい、ハッフンが進化できるフロアがいる限り式カフロアは EP 消費せずに、さあターン返ってきて回復してきましたね、あ、回復だ、それと我こそ踊り狂う暴風、フリブル10PP で反則できましたが、一旦勝ってことになっています、メガネってだけだ、メガネってだけ、そういう基準で選んだんだ、はい、あの小林さんでもいいんですけど、メガネだからね、はい、まあ、2ターン目でお互い、あ、ネタが出ちゃったネタ、あ、あということは、お、おやあ、そのカードは入れてくれたが良かった、そうですね、やっぱりね、ネドラゴンだもんね、そうなんですね、そういうちょっとネタバレしちゃったんですけど、入れ入れの大切ですね、そのカードは入れて欲しかった分かってんな、なんで何もしてこないんだあのロイヤル、怖いな、まあ、何もしなくていいからだと思います、ね、はい、怖いな、怖いな、出したくねえな、はい、また小林さんが出るから
第2、第3の小林さんがあちょっと、はい、こかわいい、これで、まあ、同じフローラルフェンサー、いや、ほんと強いですね、フローラルフェンサーじゃない、これで決めます、今のところ結構普通のドラゴンですけど、はい、それで手札面白いんですかみたいな、我が忠誠は剥がれのごとし、なんかコミケ会場みたいになってきたぞフリブリの、はい、直してターンが帰ります。次中村さんが、ピピが5、はい、これも使えるし、悩ましい、これとこれも使えますね、悩ましい、はい、悩ましい、ね、悩ましいな、これは悩ましいですね、これもかなり強くて、うん、でこれで、まあ、使ってからそうですね、はい、こっちを使って、ああ、はい、はいはい、まあそうだよね、どいいと、はい、これは痛いじゃない、砕かれないと、さあここからロイヤルが、ここからロイヤル、おお、どうする、喋った、これはこっちを出す、やっぱり強いですね、はい、アルベルはいいですね、アルベルは昨日、大人狂と呼ばれるゆえエルフで、エルフ対ロイヤルで 3,4 戦したんですけど全部負けました、ね、やっぱロイヤルは、ね、勝てるんだけどね、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと言い方これ回復に行きましたね、うん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 、8PP、次は 9PP、 さてさてさて、あなたと共に希望の剣、ビッグターンになりますね、ただね、はい、あんまり良くないんじゃないかな、進行開始、これ、かわいいですね、プラス1で、一気にダメージを削っていきます、しかし、あ、出た、メイドラゴンなので、ドラゴンが、よくぞ出してくれた、メイドラゴンなのでドラゴンが、やっぱりファスクン出さなきゃダメ、ファスクン本物だ、アフリールが強い強い、アルベルをブロス倒します、言っていたタキヤ君ってことになっていますメガネってだけだ、メガネってだけ、そういう基準で選んだんだ、はい、あの小林さんでもいいんですけど、メガネだからね、はい、まあ、2ターン目でお互い、あ、ネタが出ちゃったネタ、あ、あということは、お、おやあそのカードは入れてくれたが良かった、そうですね、やっぱりね、ネドラゴンだもんね、そうなんですね、そういうちょっとネタバレしちゃったんですけど、ギリギリの解説ですねそのカードは入れてほしかった分かってんな、なんで何もしてこないんだあのロイヤル、怖いな、まあ、何もしなくていいからだと思います、ね、はい、怖いな、怖いな、出したくねーな、はい、あれはまた小林さんが出るけど第2、第3の小林さんがあちょっと、はい、かわいい、これで、まあ、同じフローラルフェンサー、いや、ほんと強いですね、フローラルフェンサー、これで決めます、今のところ結構普通のドラゴンですけど、はい、それで手札面白いんですかみたいな、我が忠誠は剥がれのごとし、なんかコミケ会場みたいになってきたぞフリブリの、はい、直してターンが帰ります。次中村さんが、ピピが5、はい、これも使えるし、悩ましい、これとこれも使えますね、悩ましい、はい、悩ましい、ね、悩ましいな、これは悩ましいですね、これもかなり強くて、うん、これで、まあ、使ってからそうですね、はい、こっちを使って、ああ、はい、はいはい、まあそうだよね、どいいと、はい、これは痛いじゃない、砕かれないと、さあここからロイヤルが、ここからロイヤル、おお、どうする、喋ったこれはこっちを出す、できましたね、やっぱり強いですね、はい、アルベルはいいですね、アルベルは昨日、大人狂と呼ばれるゆえエルフで、エルフ対ロイヤルで 3,4 戦したんですけど全部負けました、ね、やっぱロイヤルは、ね、勝てるんだけどね、ちょっと待って、ちょっと待って、ね、その言い方これ回復に行きましたね、8PP、次は 9PP、 さてさてさて、おーないよ、おーあなたと共に希望の剣、あらららら、ビッグターンになりますね、ただね、はい、あんまり良くないんじゃないかな、進行開始、これ、かわいいですね、プラス1で乗って、一気にダメージを削っていきます、しかし、あ、出た、メ
メイドラゴンなのでドラゴンが出してくれた。メイドラゴンなのでドラゴンが出てくれた。やっぱりファスくん出さなきゃダメ。ファスくん本物だ。アフリールが強い強い。アルベロブロスさんを